株式会社たまご親は東京都の主に都心ですね。主要16区東京都、そして神奈川県の横浜を中心にですねお昼のお弁当をデリバリーしているデリバリーランチビジネスをやっておりますサラリーマン OL の人たちが毎日1日6万食から6万5千食ぐらいですね企業の方に食べていただいております東京都神奈川で企業でいうと5000社 お届け箇所が1万箇所でお届けしておりますね当日注文当日配送でお客様に12時まで配達するんですが当日作るお弁当の製造ロス率が0.1%になっていうのが特徴だと思いますね卵屋自体が今後どうしてくんだという面で言いますと理想ですね理想は今の売上で今の従業員の数で永遠にいけることが理想だと思っています それが華麗なる中小企業であり定年をだんだん給料上がってきて定年を迎えてで定年退職した人に対して新入社員が入ってきてでそれが循環してきながらで会社がずっと継続的に永続的にで利益もしっかり出しながら中小企業のままずっといけれればそれが理想ですよねただ時代が時代ですのでそれを目標にやりつつも やはり拡大路線そして多業種にしないと生きていけないとかそれが世の中のニーズであるとなればですね、まあ、ちょっと理想とは違いますが拡大方向に行くかもしれませんし、まあ、むしろうーこれから人口減にもなりますのでこの規模から少しね売り上げが下がっても、まあ、健全経営で、えー、ちょっと規模縮小ででも、えー、これからも世の中に必要とされる会社であり続けるという。 方向とまあ銀行に勤めた経験も踏まえて規模拡大というよりは必要とされる会社であり続けると売り上げをかけるというよりもいい会社先ほど最初に言った三方よしの良い会社を継続してやることが理想でありますが状況によっては拡大もありえるしやや財務体制を強化してやや規模縮小もあり得るとただもう一つの関連会社もう一つ僕が社長をやっている えー、玉野屋という方はですね冠婚葬祭と法要料理の仕出しの部門なんですがこちらはこれから非常に伸びてくるんですよねまだ2030年に向けて、まあ、あの需要の非常に大きい部門でもありますのでこちらの方は思い切って若い子を投入してそして新しいことにチャレンジして失敗してもいいんでどん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 葬祭事業のお通夜の料理や法要料理 そして出張パーーティー料理こっちはですね卵屋と違う舞台でですねどん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 大きくしていってまあ10年後には多分卵屋と変わらない規模と利益になるような会社になると思いますしその2本立ててでこれからちょっと考えてますね卵屋も玉の屋もこれからやっていくにあたってまあ売り上げをキープして平行といってもですね通常の需要が減ってきますので。 もしかすると我々はオフィスビルにしか行ってませんがちょっと高層マンションが2000人入るのが高層マンションで生活する人たちに対するお届けですとかもうあらゆる我々はデリバリーなんであらゆるところにお届けできる可能性があるんですよねそういう新しいものを切り開いていくという面ではじゃあ車じゃなくてバイクでもいいじゃないかと配達するのがリアカーに積んで 10食以下のお客様にもお届けすればどれほどの数があるんだとか実はデリバリーじゃなくて場合によっては店舗を持っちゃおうかとそこでの店頭販売はどうなんだとかそういう面ではいろんな切り口でですね我々のお弁当を食べていただく機会が増えると思うんですよね。そういう新しいことにチャレンジするには今いるメンバーと同時に新しい人たちに入ってきてもらって活性化していくっていうのは大事かなと思いますね。 今いるメンバーも、まあ、勉強家やったりいろんな形で研修研修はやってですね成長していかなきゃいけないんですが、まあ、新しい人たちも入ってきていろんな形で人があの刺激し合うようよな環境を作っていいいきたいと思いますね。やはりマンネリ化が一番良くないんではい。